長文の読解のエッセン、これ実は、テイク2なんですよ、笑ってつもり入っちゃってダメだ、長文読解のエッセンスの第11回目です、っていうのは、なんでこんなヘラヘラしてるかというと、実は今日2個目なんですよ、この動画撮ってるのはね。だから、なんかこういろんなところを前回のなんかこう消してその上に書いてみたいなことするんだけど、まあいいや、要は2不定詞の3用法をやってます、ずっと、第9回からで、2不定詞には3つの用法があって、名詞的用法、副詞的用法、形容詞的用法の3つがあると。で、今日はやるのは副詞的用法です。前回名詞的用法で一番最後に、I stopped to smoke みたいな文をやって、私はタバコを吸うために立ち止まりましたっていう文をやりました。実はそれが名詞的用法じゃなくて、副詞的用法、to不定詞の副詞的用法なんだよみたいな話はちょっと軽く触れました。で、今日は副、ダメだ、全然口が回らない、 to不定詞の副詞的用法をやります。で、大体なんて日本語にすればうまくいくかっていうと、何々するためにとか、何々してだとか、何々するなんてみたいな、これはもういろいろあるんだよね、数が相当種類があるから、その文に応じた状況にうまく合うような日本語を当ててあげることが一番望ましいと、いうことができます。で、副詞的用法、副詞なわけ、つまり品詞が苦手っていう人結構多いんだけどさ、そんなのは何、あーでもやっぱ受験の前に必要なのかな、大学受験前に一応品詞一応全部ちゃんとさ知っとくといいんだけど、まあいいや、副詞っていうのは何をするかっていうとね動詞と形容詞と副詞を修飾するものなんです。もっと簡単に言えば名詞以外を修飾するんです。名詞を修飾するのは形容詞っていうふうにも決まってるの。でそれ以外は全部副詞っていうものが就職すると、まあそれは確かにそうかなみたいなことは自分でちょっと考えて、いろいろ英語を読むときにね意識的にやってくれればいいんだけど、もう早速、例文に入っていっちゃいますね。で、なんて訳せばいいかっていうのを、当ててみてください。1個目、 I got up early to catch the train、私は早く起きました。電車を捕まえる。要は、乗り遅れない。電車に乗るために。あ、言っちゃった。あ、電車に乗るために。っていうのが今ここではうまく、なんつうの、つながるでしょうと。電車に乗って早く起きましたとか全然意味わかんないし。電車に乗るために、早く起きました。っていう文です。次、You must be a fool to say such a thing。 あなたはバカに違いない、あなたはバカに違いない。 must っていうのは何々しなければならないっていうのと、もう一つ何々に違いないっていう意味もあるんだよね。意外とそっちの方ってね、忘れられがちだからちょっとよく覚えておいて、あなたはバカに違いない。Say, you, such a thing、 そんなこと、そんなことを言うなんて、そんなことを言うなんてあなたはバカに違いない。っていうのが自然だろうと、っていうことですね。じゃあ次そっちいきます。で
なんか最近パターンのことを忘れてんじゃないのみたいな、指摘もされそうなんだけど、忘れてるわけじゃなくて、今出てきましたパターン11と12。これは、トゥーフテッシュの副詞的用法の中で、まあそのまま覚えちゃっていいんじゃないのみたいなね、パターンとして覚えちゃっていいんじゃないのみたいな、ことなんだけど、 You are old enough to go there alone、覚えてほしいのはこの enough to っていう表現なんだよね。この to っていうのがトゥーフテッシュの副詞的用法なんだけど、どういう意味か、あなたはオールド年取ってます、で、どのくらいかっていうのを後ろから説明してあげるわけ。 enough 十分にとか十分だで、何々するのに十分だ、要は、何するのに十分かっていうと、そこにアローン一人で行くことができるくらい十分に年を取っているっていう文です。それに対しパターン順に見てみて、 You are too young to go there alone。 こっちではこの too っていうので挟まれた形をしてるんだけど、こっちはどういう意味かっていうと、あなたは若い、 You are young、 あなたは若い、めっちゃ若い、 too っていうのはめっちゃ、 very みたいな意味だね。あなたはめっちゃ若い、どのくらい若いか、そこに一人で行けないくらいめっちゃ若い。もともとはどういう意味から来てるか、どういうニュアンスから来てるかっていうと、そこにあなたが一人で行くには若すぎるっていう意味なんです。あなたがそこに一人で行くには若すぎる、だから行けないみたいな、意味になるわけですね。で、まずこっちからちょっと説明すると今、You are old enough to みたいな語順だったけれども今、この enough っていうのは十分なっていうのは十分に年を取っているっていう、これにかかってるわけで、 old っていうのは、形容詞にかかってるから副詞みたいな、ちょっとこれ品詞だからさ、もうなんか嫌な人はもうこれすごいなんか見たくないよね、こういう動画ね。ただ一応説明しますねこの enough っていうのが副詞的な働きをしている場合、つまり形容詞とかを説明している場合っていうのは、とか動詞を修飾している場合とかっていうのは、後ろから enough っていうのがくっつくの、後ろにくっつくの。だから old enough だとか、あとはなんだろうな、Eat enough、 十分に食べるっていうわけ、語順的にね、順番的に。じゃあそうじゃない場合はどういうことなのか、この enough っていうのが時たま形容詞の役割をする場合もある。十分なお金だとか、つまり I have enough money、 私は十分にお金を持ってます、十分なお金を持っています、ごめん、十分なお金を持っています。お金っていう名詞を修飾しているからEnough っていうのが形容詞の働きをするんだね。その場合にはその名詞の前にくっつく、 I have enough money to buy、何でしょうか、 to buy a house、家を一軒買えるくらいに十分なお金を持っているみたいな語順になるっていうのは、この、old enough なのか enough old なのかみたいなさ、ものっていうのはセンター試験とかで結構聞かれるんだよね。だから、覚えておけばいいのは、 enough が副詞の時は後ろから説明して、enough が形容詞の場合は名詞の前に置かれてこう前から説明するみたいなことなんですで、enough to と to to、 これを両方覚えてほしいと。で、結果としてこっちは、あなたはめっちゃホニャララだから何々できるっていうのが enough、こっちはあなたはめっちゃ何々だから、ホニャララできないっていうのが to to の方なんです。意味が全く違うんだよ。ちなみにこの to っていうのは常に副詞的な働きしかしないんだけど、若いにかかるからね、なんだけどその場合はこれ前から就職するみたいな特殊だよね、さっきと違うよね。
トゥー構文の場合は常にこのヤングとかの前に置かれるっていうのも覚えておいてください。なんか、いっぱい物言っちゃってるけども、ちゃんと整理してね。先進みます。He grew up to be a great artist. 彼は成長しました。to be a great artist. 偉大なアーティストになった。で、前、これは名詞的用法の時にも言ったけれども、この to 不定詞っていうのは、やっぱり前置詞とかと一緒で、右向きの矢印を連想させると。これは例えば時間軸で置けば、彼は成長しました。成長して、偉大なアーティストになりましたっていう文です。だからこの文をここに例えば下線部引かれててさ、下線がで、この下線部を和訳しなさいとか言われた時に、例えば彼は偉大なアーティストになるために、成長しましたとか訳すと、このニュアンスが全然出てこないわけ。ちゃんと前から訳してあげるようにする。彼は成長して偉大なアーティストになりましたみたいな長文読解っていうか、そういう問題で結構出るよ、この和訳。この to 不定詞をなんていうのかな、正確にっていうんじゃないんだけど、ちゃんとした日本語に和訳できますかみたいなところで結構問われるんだよね。だからやっぱりこの訳の時にこっちから訳すみたいなことっていうのは、意識しておいた方がいいと思います。次、 To tell the truth, I don't love you. To tell the truth、 これはもうなんか決まりきった慣用表現なんだよね。正直言って、これ正直言って I don't love you。 これに、そうだな、似た表現としてはさ、なんだ、これ正直に言ってっていうか、これ真実を言うとか、ごめんね、真実を言うとね、真実を言うと I don't love you で、これに似た表現で、例えばこういうのもあるね。To be honest、 こっちが正直に言ったよね、この辺を。でこれを honestly とかって書いたりもできるけれども、まあこういう慣用表現もあります。こっち、I'm glad to see you. I'm glad to see you.、あなたに会えて嬉しいです。あなたに会えて嬉しいです。この to っていうのも何々してっていう、副詞的用法なわけ。ということで、副詞的用法は基本的にはあんまり覚えることはないんだけれども、ややこしい話はないんだけれども、ただ enough to と to to に関しては、パターン11、12っていうふうにくくりましたが、すごい重要です。よく聞かれます。なので、そこだけはちゃんと自分で整理して復習しておいてください。じゃあ次は、to 不定詞の形容詞的用法に移りたいと思います。